日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。皆様は普段お仕事で iPad か紙ノートどちらを使われていますか？ iPad をメインで使われている方もいると思いますし、いやいや iPad 高いからもうアナログというかノート紙一択なんだよねという方もいると思います。また私のようにノートと iPad を両方とも使い分けしている方も多いと思います。よく動画の中で結局どっちがいいんですかとか、それって紙の方がよくね、それって iPad の方がよくねなどいろんなこと言われるので、今日はこの企画をやっていきたいと思います。今回の企画はこちら、仕事で役立つのはどっち？ iPad と紙の使い分けの方法について、私ならではの目線で解説をしていきたいと思います。お父さんの秘密基地。はい、というわけで改めまして、今回は紙と iPad の使い分けについてお話ししたいと思います。紙と iPad にはそれぞれ得意なことがあって、まあ、使い分けていくことによってより効率的な作業というものができるようになります。このチャンネルでも iPad を使った iPad 術、あとは紙を使ったノート術、それぞれの魅力にフォーカスしながら仕事の生産性と効率が上がる方法を、まあ、日々こう配信しているんですけれども、今回は比較の動画ですね。ただ先に伝えておきますと、どちらが優れているというわけではありません。それぞれの長所と短所を理解して、場面、シチュエーションに応じて使い分けていくということがとても大事になってきます。今回はその点について今から詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。お父さんの秘密基地。まずは紙の長所について紹介していきます。紙というのはですね、もうお分かりかと思いますが、書き込みや手書きのメモというのが非常に得意です。手書きで書くことによってアイデアの発想というのが非常に促進されていくという研究データもあります。あと実際に手書きするということはですね、記憶の定着も非常に良くなってくるので、後で思い出す時にも非常に役に立つ。さらに iPad とかに比べるととにかくシンプル、もう開いたらすぐに書き込むことができるし、何よりも電源不要なのでいつでもどこでも使うことができるというのが何よりもこの紙の魅力かなと感じています。 iPad でも手書きできるよと今心の中で感じているあなた、後ほど Apple Pencil と実際の手書きの若干なニュアンスの違いについても解説しますので、このパートでは割愛しますね。一方でじゃあ短所なんなのなんですけれども、短所やっぱり言うても短所あります。書き込みした内容文章を修正したいとなった場合は消しゴムで消さないといけません。またペンが鉛筆ではなくてボールペンとか油性ペンで書いてしまった場合は修正テープを使用しないと文字情報を消すことができない。これは手間。あとは書いた情報を共有しないといけない場合は PDF などにスキャンして共有する必要があったり、写真撮影をしないといけない。私もこのチャンネルでよくこっち側に自分のノートの内容を出す時があるんですが、 iPad で書いておけば簡単ですよね。 PDF 共有一発保存なんですけれども、紙の場合はいちいちスキャンして取り込んだりしないといけないのはぶっちゃけ手間です。あとまあノート好きの方、手帳好きの方であればそれが楽しいというかもしれませんが、使い分けているノートが多い場合は分量が増える。会議用のノート、アイデア用のノート、手帳1、手帳2、手帳3みたいに、一体カバンの中に何冊手帳とノートを持ち運ばないといけないのかみたいな状況に陥る可能性が高いので、それはめんどくさいですよね。 iPad であれば一つ薄い媒体の中に大量のノートを持ち運ぶことができる。そういった点では重量というのは紙の中では一つ端緒になるのかなと感じています。続きまして iPad の長所、私が感じるところですけれども、 iPad というのは
タブレット端末になってくるので、様々なアプリケーションを利用することができる。もうこれが最強。まあ、GoodNoteもそうですよね。ノートアプリに PDF ビューワー、あとは Kindle などの電子書籍リーダー。こういったものを活用することによって、仕事だけではなく勉強にも活用することができます。しかもダウンロード自体も簡単ですし、無料で使えるものが多い。先ほどの紙の短所でもお話しした文章の書き込み修正も一発。共有も非常にシンプル。保存すれば転送することもできるし、クラウドのストレージにアップロードすることで一発共有が可能。このあたりは絶対に iPad の方が強い点だなと感じています。では、そんな iPad にも短所があります。私が感じる短所というのはですね、もうシンプルに電源がいる。電源がなくなってしまえばただの重たい箱です。もちろんモバイルバッテリーの話までしてしまうとちょっと拉致が開かなくなるんですけれども、基本的にデジタル関連というのはやはり電源というのがミソになってきます。あとは破損ですよね。何かの衝撃で壊れてしまうとデータが吹っ飛んでしまう可能性もあるし、今その瞬間に見直さないといけないもの、チェックしないといけないスケジュールが壊れてしまうと見れなくなってしまったり、復旧ができない可能性があるのはリスク。あとはいくらまあ簡単なデバイスとはいえ、やはり多少の知識とか操作方法に慣れが必要になってくるので、初めての人にはやっぱりなかなかとっつきづらいと感じる点があるかと思います。まずは簡単ですが、紙と iPad の長所と短所について紹介しました。まあ皆様確かにそうだよねと感じるところも多いと思います。それではここからは紙と iPad の活用方法について紹介していきますね。お父さんの秘密基地。ではまずは紙の活用方法からいきましょう。まあこのあたりも過去いっぱいお話ししていますが、1では紙の活用方法、私どんな時に使っているのかなんですけれども、一つはもう手書きのメモを取るです。気づきとかとっさに頼まれた依頼を書き込んだりする時にはもうノートを使っています。二つ目はアイディアとか、あとはブレストをするときですね。マインドマップを使っていろんなアイディアを膨らませるときもノート。あと三つ目はレポートとか文章を作成するときです。清書はもちろん PC とか iPad で打ち込むことが多いんですけれども、まずはラフを書いたりするときは書き殴るように一旦ノートに書き出すことが多い。で、もう一つはスケジュール管理でございます。実はこれまた違う日に動画にしようと思っていますが、今年に入ってから私、Notion とトラベラーズノートの併用を使いながらタスクの管理とアイディア管理していたんですけれども、若干そのですね、バランス変わってきています。今、やはりスケジュール管理、手帳の方が個人的にはやりやすいと感じていることが増えてきています。大きくはこのあたりが私が主にノートを使う時のシチュエーションですね。あくまでも個人的な感覚で言うと、 iPad よりもノート紙の方が早く書き込むことができる。あとはレスポンスもすごく早いので、結局はそう瞬間的に何かを書かないといけない、メモらないといけない、アイデアを膨らませたいという時はノートを使っていること、紙を使っていることが多いですね。では iPad では何をしているのか。私がですね、 iPad で何をしているのかというと、主に PDF とか電子書籍などの閲覧になっています。会社の資料とか共有資料 PDF で来ることがあったりしますので、そういったものはもうこの画面を使ってチェックしたり書き込みで訂正することが多いです。そして2つ目はプレゼン資料の作成です。もう絶対これは iPad ですよね。 iPad みたいなものが登場するようになってから、キーノートとかパワポ使いながらもうこれ一台で簡単に目の前にいる顧客とかスタッフにプレゼントか資料説明がめちゃめちゃしやすくなりました。初期の iPad は結構データとかアプリが落ちていたんですけれども、最近の iPad は優秀なので、もうプレゼン用のデバイスとしては非常に秀逸でございます。あとはちょっとね、矛盾するんですけれども、デジタル用のノート取ります。どういう時かというと、会議とかいわゆるワークショップで画面ですよね、プロジェクターに iPad をこうつないでいる場合って、書いた内容がリアルタイムで目の前の画面に広がるわけ。
なので、いわゆる議事録とかファシリテーターしながら自分がデジタルのノートに書いていった内容をその瞬間に大画面で共有することができますので、そういった使い方でこちらを使ってノートを取る時もあります。あとは競合調査ですよね。競合のホームページをチェックしたり、あとは企業様が使われているような SNS とか YouTube のチェックなどももちろん iPad でしています。あとはタスク管理、Notion を使ってタスク管理しています。スケジュール管理とね、タスク管理で若干違うんですけれども、私は主に To Do リストとか台本とかそういったものは Notion 管理していることが増えてきました。ざっくりですけれども、これが私の仕事でのノートと iPad の使い方の違いになってきます。同じようなことをしているんですけれども、それぞれやはり得て増えてってあるので、意識的に使い分けているところは多いかなと感じています。お父さんの夢的では、続いてのパートなんですけれども、いやいやケイト、アップルペンシルあるやん、これでもう今手書きできるやんと思うかと思います。実際に手書きできるんですよね。これ私めっちゃ使うので、ちなみにこれアップルペンシルではありません。はい、手書きが可能な時代になってるんですけれども、ただこのノートオタク、いわゆる手書きオタクの K がなぜ使い分けしているのか若干な違いがありますので、ちょっとお話ししますね。iPad には確かに搭載されている Apple Pencil を使用することによって過去できなかった手書き機能が充実しました。ただ従来の紙に書くペンと Apple Pencil では若干特徴が異なってきます。まずはどちらかというと Apple Pencil の魅力にフォーカスした考え伝えますね。文字の大きさとか色を自由に変更することができます。iPad の手書き機能を使っていただいたり、GoodNote を使うと文字の大きさ、太さ、色を自由に変更することができるので、コストをかけて大量のペンとか色鉛筆を準備する必要性がない。これは最高です。2つ目、バックアップ共有が非常に簡単。手書き機能、iPad を使っていけば、書いたデータバックアップしたり、PDF にしたり、共有するのがめっちゃめっちゃ簡単。紙で手書きした場合はバックアップ取るのが手間ですよね。わざわざスキャンしないといけないので、カシャッと取ったりコピー機に挟んだりしないといけないし、写真の撮り方とかコピーの角度によっては共有したいデータが若干汚くなる可能性がある。 iPad はそれを心配する必要がない。そして紙に比べると地球に優しいですよね。 iPad の手書きの機能を使っていくとですね、紙やインクなどを使う必要がないので環境には超優しく作業ができる。ただ紙でやってしまった場合はもちろん紙使いますよね。インクも使いますよね。環境チックな話にはなりますが、細かいところ行くとやっぱり iPad で手書きをしている方が環境には優しいんじゃないかなとは感じています。お父さんの夢的地。では続きまして、ガチの手書きという言い方変ですけれども、まあ、ノートに手書きした場合の魅力って何なのですね。その1はですね、紙に手書きすることで手の感触とか筆圧の変化楽しむことができます。 iPad 確かに紙の質感に近いフィルムありますが、残念ながらこれでは無理です。はい、やっぱり紙が最強。このあたりの感覚を楽しみたいのであれば、やはり iPad では無理です。紙の質感とか摩擦が手に伝わることによって、書いていると感触をやっぱり楽しむことができたり、筆圧調整できるのはやっぱり紙。確かに最近の iPad とかペン、筆圧による文字の変化ってあるんですけれども、まだまだその機能が紙に勝っているとは個人的には思いません。あとは着色とかハイライトの調整ですよね。アップルペンシルって色を塗ることできますけれども、紙で手書きする場合は様々な色のペンとかマーカーを使用することができて、色の濃淡重ね塗りということが自由自在に表現できます。もちろん iPad でクリエイティブな作業とかイラストレーターされている方であれば、そういった知識アプリでコントロールされていると思いますが、なかなかね、初心者にはとっつきづらいアナログ作業の方がこういったところはやりやすいと感じています。あとは書いた文章とかの長期保存ですよね。
もちろんクラウド、Google ドライブとかに保存すれば長期保存ができますが、極端なことを言えば Google ドライブ自体が吹っ飛んでしまうとパーです。ノートに関してはしっかりと保存しておけば、よほどなことがない限り消失する可能性がないので、特定の機器とかソフトウェアに依存することなく長期的に保存、そして自由に閲覧することができるのが魅力ですね。ネットワーク環境がなくてもあればすぐに見返すことができる。これが手書きした時の魅力かなと感じています。まあこのようにですね、紙で手書きするのと iPad で手書きするのではまた若干違った結果であったり特徴というのが異なってきますので、ぜひこのあたりは人によって感じ方異なってきます。どちらがいいのかなとかぜひ考えてみてください。お父さんの秘密基地、はい、というわけで今回は紙と、まあ、iPad デジタル、どちらが仕事で使えるのか、若干長所と短所とシチュエーションについて解説しました。いかがでしたでしょうか。まあこの動画を見てきっと結局どっちがいいのかなとか、いやいやそれでも iPad の方が便利だろうとか、iPad は高いし重いからノートの方がいいだろう、視聴者様によって意見異なると思います。それでいいです。答えなんてありません。所詮私よく言うんですけれども、ノートを使うのも iPad を使うのも手段にしか過ぎないわけですよね。皆様がそれぞれ心の中とか頭の中にある目標とかその日のゴールを達成するにはどっちの方が最短で効率よくいけるのか、それが全てかなと感じています。ぜひですね、ノートか iPad か迷われている方というのは今日の動画を参考にしながら、また並行して自分はなんでそのためにノートを使おうとしているのか、なんでそのために iPad を使おうとしているのか、その理由もですね深く考えていただければと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。